はは。い、こんにちは <laughs>、えっと、今紹介されたあのプログラミング言語 Ruby を作った松本と申します、はいえー。プログラミング文系の人には難しいというふうな言葉もありましたけれども、えっとそうですね、実際にプログラミングしている人以外には、まあ、プログラミングに今興味を持っていない人にとってはプログラミングというのはとても難しいものに見えるというふうに聞いています。でえー、っとで今日はですね、まあ 皆さんにプログラミングを体感していただいて実はそんなに難しいものじゃないんだよと,少なくとも入り口はそんなに難しいものじゃないんだよということを紹介しようと思います。でやっぱりその遊びで覚えるのが一番いいと思うので皆さんにちょっと遊んでいただいプログラミングで遊んでいただいてでそれでプログラミングについて少し感じていただければという,ふうに思います。で ちょ皆さん、まあ、コンピューターをお持ちの方もいらっしゃいますけれども、まあ、ここでプログラミング、いきなりコンピューター開いて、キーボードをいてっていうのはちょっと難しいので、えー、皆さんがコンピューターになっ,てのなったつもりで、えー、プログラミング、私が皆さんをプログラミングしようと思います。えー、じゃあ、ちょっと皆さん、お手を拝借で、えー、手を広いていただいて、じゃあちょっと一回、手を叩いていただけませんか。はい 何のことやらって感じですけれども、えー、手を叩くですね、えー、ここからですね、えー、この黒い星マークを見たら、手を叩くだと思ってください。はい、とすると、はいえー、このあ、まだいいですよ <laughs> で、えー、この黒い星が2つ並んでますね、じゃあこれをこう実行してみましょう、はい、せーの、パンパン、あいいですね、で、えーっと、黒い星を2回見ると、2回手を叩くという意味ですね。はいで じゃあ次のルールを追加しましょう今度は数字を見たら数字の回数だけ次の動作を繰り返すというルールを入れますすると、えー、3欲しいですね、はい、では皆さんちょっとやってみてもらえませんかせーのあ素晴らしいですねなんの,何のこう躊躇もなく3回いただいてくださいましたけれどもで、えー、こうやってですね、段階的にルールを追加していきますはい。 じゃあ Z のマークを見たら、まあ、アメリカの漫画とかだと Z というのは家ぶりの時きの音らしいので Z を見たら1秒休んでください、ね、えちょっとだんだん難しくなりますよはいじゃあこれですね「え2星 Z、2星ですねじゃあやってみましょうかせーの <laughs> あちょっとぶれましたけれども <laughs> あのあのもう一回やってみましょうかせーの まあいいいでしょう <laughs> はいえー、じゃあここまでやってきたもののルールを紹介しますねまとめます黒い星を見ると手をたたきます Z を見ると1秒休みます数字を見ると数字の回数だけ繰り返しますでこれはルールですねでこのルールを組み合わせたものがこうプログラミングになりますねで ルールに従って動くことが実行ですよねだから私がさっきのこう星とかを書いたときに私は皆さんをプログラムしたわけですよで皆さんはそのプログラムに従って動いたわけですね正しく動いてくださいましたどうもありがとうございますでは問題ですこれを実行してみましょうちょっと難しいですね3星 Z3 星 Z7 星ですね、はい。ではいいですかな何やるか分かりましたねじゃあ手を用意してくださいね。せーの。素晴らしいですね。えー、337秒子ってやつですね、えー。さっきのプログラムはだから337秒子を実行するプログラムだったんですね。でじゃあ問題の2を。 えー、3三七拍子を2回繰り返すためにはどんなプログラムを書けばいいでしょうかまあいろいろな方法がありますけれどもで、えーまあ、いろんな方法がありますけれどもどうしましょうねどうしたらいいと思いますか、えー、さっきこう黒い星は手を叩くという,こうルールを導入しましたけれどもそうすると新しいルールを入れるといいかもしれませんね。 二重丸を見ると三三七拍子を実行しますというふうに定義して、そして、え、二回三三七拍子を実行しますっていうと、これで三三七拍子を二回実行できるはずですね。はい。ではちょっとやってみましょうか。いいですかせーの。 じゃあもう一回ルールをまとめましょう、えー、黒い星は手を叩く Z は1秒休む数字はその回数だけ繰り返すそして、えー、イコールがあると新しい定義を入れることができるさっきの337秒しみたいにねで、えー、そういうルールでしたでこれをこのルールを使うとまあ3回手を叩くであるとか337秒しであるとかを プログラムすするることがでできるわけですねつまりそのルールを教えるとルールの通りに動くこれがプログラミングですでコンピューターはあまり頭も良くないので,でそうすると教えた通りに動くんですから、えー、ルールを決めてそれをコンピューターに渡してやるとコンピューターはそのまま動くこれがプログラミングですね。そして このルールを組み合わせて仕事を記述することがプログラミングになります。でえー、あルールの組み合わせプログラミングですね。でさっきのこれですね、えー、3星 Z、3星 Z、7星ですね。これはその、まあ、皆さんが演じてくださった手を叩くコンピューターのプログラミングになりますで。さっき言ったルールですね。ルールーの方は 今度は言語になります。ですからこれですねこれはこう非常に単純なのでルールがすごい少ないのであんまり難しいことは書けませんけれども少なくともこうリズムを表現することはできるルールになりますね。はい、でこうやってその自分のやらせたいことをコンピューターの分かるルールで 仕事を表現しててコンピューータに教えてやるとそれがアプリケーションになります最近のコンピューターはだ、まあ、ソフトウェアと言ってもいいですけれども、まあ、アプリケーションで動くわけですよねで、えーっとまあ、皆さん例えばスマートフォンを持ってらっしゃったらそのスマートフォンにはアプリが入っていてでそのアプリを使って、まあ、いろんなことができますよねフェイスブックにメッセージを書いたりとかですねあるいはこうなんかこうゲームをしたりで 友達にメッセージを送ったりさまざ、あ、まなことができますけれどもそれはそのアプリケーションを使ってこういるわけですけどそのアプリケーションの中にはその例えば友達にメッセージを送るためにはどうしたらいいかっていうやり方が全部書いてあるわけですねであのそれはコンピューターに分かるルールで書いてあるわけですで例えばですね、えー、とロールプレインゲームをイメージしてくださいロールプレインゲームの世界、まあ、皆さんの好きなロールプレイングは何ですかね えっとでファンタジー系のロールプレイングだと思ってくださいその,その世界に入りましたファンタジーの世界に入りましたモンスターが出てきたり、えー、こうしますしあるいは仲間と一緒に冒険をしたりしますで、えー、そしてその世界に行って遊ぶことができるわけですねロールプレイングの世界に行ってで,、えー、でその中にはですねメニューがあってでメニューを選ぶと戦うとか逃げるとか魔法を使うとかそういうことができるようになるわけですねで えー、そのコンピューターの世界の中に行ってコンピューターの中でそういう行動するための選択肢が提供されるわけですねところがですね、えー、とそのゲームを誰かの作ったゲームにの世界に遊びに行っているそのゲームを遊んでいる時にはその選択肢はそのプログラマーの人があるいはそのゲームのデザイナーの人が決めた選択肢を選んでいるわけですね魔法を使うと何が起きるかというのは自分で決めたわけではないですね でも考えてみるとその <laughs> デザイナーの人が世界を作ったんだったらその世界を作ることそのものコンピューターを使って世界を作ることってのは不可能ではないということですよね。でそうと自分で自分の世界を作ることもまあ簡単かどうかは別としてやればできるんですね。でそうすると自分で世界を作って遊ぶことができるわけです。 でそれがそのプロググラミングの一番の番醍醐味ではなないいいかなという,ふうに思いますで。私は子供の時代にコンピューターを使ってプログラミングを始めた時にで結局何がしたかったかっていうとその自分で自分のルールを自分の遊ぶルールを決めたかったんですね。でそのコンピューターのプログラムのでゲームをしたりとかするとまあ私にとって難しすぎたり。 私にとって面白くなかったりするときに、例えばそこを改造して、あるいは自分の好きなルールで遊びたいわけですね。で、結局その自分の好きな世界を作って、自分の好きなルールの世界を作りたかった。で、ゲームをプレイしていると、だからゲームのルールを変えたかった。で、そして自分だけのゲーム、自分にとって素晴らしいゲームを作りたかったんですね。で、それが私がプログラミングを始めた最初のきっかけです。しかしですね、えっと、 こうそうするしてるうちにそのプログラミングっていうのはこうただゲームを作るっていうだけじゃなくてコンピューターをだんだん操る感じになってくるわけですねそれはすごくとても楽しくてで,で考えてみるとですねそのゲームっていうのは一つのアプリケーション一つのソフトウェアなわけですよねでそのゲームのルールを、まあ、ゲームを開作ったり改造したりするとゲームのルールを自分で決めて自分で変更することができるんですねでその過程はプログラミングですね でプログラミングしてるとでもそれはこうさっき言った言語なんですね。でコンピューターと人間の間にこうどういうふうにプログラミングを表現するかという取り決めルールがあってでそれがプログラミング言語になります。で、えー、私がコンピューターでプログラミングを始めるようになってまだ若い頃にそのプログラミングそのものゲームを 作ったりゲームを改造したりして遊んでいるうちにそのゲームの表現であるルールの表現であるプログラミング言語に関心を持つようになりましたでそのうちですねそのゲームが自分の好きなルールに改造できるんだったら言語も自分の好きな言語を作りたいなというふうに思いましたそれまだ高校生だったんですけどもで えー、プログラマーがプログラミングするときにどんなふうに考えてどんなふうに世界を捉えてどんなふうに表現するかということをその自分で決めたかったんですねでこういうふうに表現したいとかいうことを決めたかったでそう思ったのは高校生の時だったんですけども私が高校生の時にはまだインターネットもないしで、えー、と大学ま,だまだ大学で勉強もしてなかったのでそのスキルもなくて知識もなくてで言語を作ることはとてもとてもできなかったんですね。だけど その夢だけは持っていてで、えー、その後高校卒業して大学に入って勉強して就職してで、えー、さまざまなスキルを身につけてそして大体そのプログラミング言語を作りたいなという夢を持ってから10年ぐらい経って初めて自分の言語を作ることができましたそれは Ruby という名前ですけれどもでそうすると Ruby には文法とルールがあって Ruby のプログラミングの書き方があるんですね。 でそうするとその書き方の背景には Ruby の考え方であるとかそれからまあ大げさな言い方をすると Ruby の文化というものがありましたでそれっていうのは私が Ruby に込めたこう設計思想とかですねそういうものを反映した文化を Ruby を使っている人たちみんなが共有するようになったんですねそれはこう大いすごい大雑把な言い方をすると Ruby を使っている人たちで作っているその一つの世界と いいう言い方もできると思います。でそれはだから私が Ruby を作ったことによって今まで存在しなかった新しい世界ができたというふうなんですねはいで、えー、コンピューターという単語はもともと計算する機械という意味ではあるんですけれどももう今やもう計算機ではなくなってるんですねで、えー、コンピューターは今は世界シミュレーターになってるんですつまりコンピューターの中に何かの世界を作ってでそれを私たちに見せてくれる機械になっています そのまあ、ファンタジーロールプレインゲームの世界が一番わかりやすいですよね。できていますで、えー、だけどそういう一目で見てわかるの世界だけじゃなくてプログラミング言語の世界であるとかアプリケーションの世界であるとかゲームの世界であるとかさまざ、あ、まな世界を作ることができてそしてそれを私たちに見せてくれるための機会としてコンピューターは存在しています。ということは その機械の中に世界を作るプロセスであるプログラミングは実はその世界を創造するプロセスなんですね。で,ですから、えーっとまあ、最初は単なるこうゲームでしたでその下には言語があってでこうその下には OS があってという非常に階層的な世界になってるんですけどもそれぞれの世界で,ですねこう私たちはいろんなものをこう自分の想像力の限りそのものを作り出すことができるんですね。 ととといいううことははプロググラミンすするということですねで私の中に持っている妄想をこう魔法が使える世界とか、えー、こうモンスターがいる世界とかをです、ね、現実にすることができるこうツールなんですね。それは世界の創造でありとても楽しいことだと思います。で、えー、その楽しさを通じて世界を作ることができることそして現実世界に影響を与えることそれがプログラミングのパワーだと思います。 はい <coughs>。ところで、ですね、えー、さっきの問題2のプログラムなんですけれども、実は間違いがあります。で、えー、その間違いを見つけられるかどうかは、えー、皆さんの宿題にしておきます。どううもありがとうございました。